さて、今日のアフターテラちゃん、京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、よろしくお願いいたします。はい 岸田総理大臣は自民党安倍派と2回派が政治資金規制法違反容疑で東京地検特捜部の強制捜査を受けたことについて党としても強い危機感を持って国民の信頼回復に努めなければならないまあこのように話しましたまあただ捜索前にですね捜査の前に疑問のこの有無を問わず疑惑の有無を問わず安倍派の四閣僚と副大臣五人を交代させた にもかかわらずですね、うん、え二階派所属の小泉法務大臣え地味地方創生担当大臣については続投させる判断をしていることに与野党から批判の声が上がっています小泉法務大臣昨日二階派から離脱しましたで地味地方創生担当大臣もえ二階派を離脱する方針を示しているといいます、うん、まあ何かこの安倍派と二階派に対しての扱いの違いそして二階派の二人の大臣の 二階派離脱何かこうんという感じはしますね,そうですね要は、えー、あこれ何を我々違和感感じるかというとその任命権の私物化ですよね閣僚の任命権および罷免権の私物化が進んでると、えーはい、これ法治国家ですから大臣の任命権とか罷免権っていうのは極めて公的なもの当たり前ですけどもであってそこにはもう明確な基準が必要な。 わけですよねだから俺こいつ好きやから続けてたけど僕この子嫌いやからクビにするわではいかんわけですよ。はい、いやこの人はか々かくかくしかじかの理由でこのそう役職にはふさわしくないからダメだけどこの方はふさわしいからいいんだ、はい、そしたら「うん分ったと」と有権者たちもわかるんですけど、えー、これだったらこう「安倍派はアウトでも二階派はき、OK、k だよ」って「<い>でもちょっと批判があるからちょっと二階派やめといてね」 極めて恣意的で公明正大な客観的な基準が見えないですよね。はいうん、これねだから、あのー、翔太郎君を、はい、総理秘書官にして、はいええ、それで最後悪いことしたのに。ええ 鋼、えー、鉄市内で辞任させたじゃないですか、はい、あれと同じ構造ですよねあー、はい、だからあー公務員ですから大臣も秘書官も、えーえー、ある意味公務員ですからうーその公務員の任人事件すなわち任命権と罷免権というものを自分の都合でやっとると。はい いうことが明らかですよね。えー、明らかに見えますよね。そう見えます。はい、うん。まあ、明らかと言っていいでしょうね。えー、だから、ちゃんと理由を説明しようってできなかったらな、えーな、何も言えないですよ。はい、だから、私物化しとるんですよ。そうですね。うん、だから、こういうことはね、絶対許しちゃダメですよ。えー、はい。 岸田派のこの二階派の閣僚に対しての対応を見る限りですと、うん、よほどこの安倍派が煙たいのか、まあ、それとも、なんとか二階派を取り込みたいのか、まあ、こう見られても仕方がないようですもん、ね、よでしかも、ね、これ、ねまあ、一般に言われているのはですよあのどうやら。 岸田さんは検察というか特捜から逮捕者リストというか裏金とかのやばいやつリストを手にしててそれに基づいて判断してると言われてるんですよねじゃあまあそれはオタクのそれこそまさに私物化ですよねだってその裏情報に基づいて逮捕されるやつはクビ逮捕されないやつは OK。 あのー、日本の刑法というか近代刑法はね、えー、と疑わしきは罰せずになってるんですよ、はい、だから、えーまあ、もちろんその冤罪もあるんだけど、その逆の方は冤罪の何百倍もあってね、悪いことしてるんだけど、捕まってないって山ほどいるわけですよ。はい、でもね、その岸田さんのこの判断、この裏のリストに基づいてやってるとしたら、えー、捕まっちゃったぞ、やばいからね、えー、とクビにしちゃうけど、この人、捕まらないんっていいんじゃない いや、あのでも、どっちもやばいんですよ。あの神様の目から見たら、どっちも。悪いことしょう。そんなの関係ないよ。<laughs> いいとか悪いとか、それ難しいこと僕わかんないから。<laughs> なんか、警察に突っ込む、逮捕って、本館さんに逮捕されちゃうんだから。本館さんに。ピストを買って、売ってきて,おかて、おけないって言本館さんに。本館さんデベロッソなんだよ。<laughs> いや、それ,それ、それ、総理関係ないです。え本館さんデベロッソ、デベロッなんだよ。いや、それ関係ないですから。<laughs> ほとんどね本館さんバカボンが本館さん本館さんって言ってるじゃないですかあのキャラあるじゃないですか赤塚です本館こうやってこうやってババう撃っちゃってねいるじゃないですかだからそういうギャグみたいな話ですよねだからね逮捕されなされないじゃなくてうん公正中立な基準が必要なんですよで逮捕っていうのは公正中立じゃないですよ政治的にはだから捜査しなかったら逮捕されないだから。 でも捜査したら逮捕されるやつだっているんだからしかもこれ金額が多かったら逮捕だけど金額が少なかったら逮捕されないっていうことがもう明らかになってるんだからなんじゃそりゃみたいな極めてそう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 だから安かったらまあちょっと訂正でいいけどもちょっと多かったら訂正だめよみたいなどないやねんもうあんた10円のチロルチョコ万引きしたらええけれどもんや2万円のもののネクタイ万引きしたらあかんのかと10円のチロルチョコも2万円もあかんちゅうのがそれ が、警察チーム、本間さんはそうだと言ってるぞと。出目 <laughs> そう<で> <laughs> かもしれんけど、それ前目,目と眉毛繋がっとるかもしれんけど。<laughs> 本間さん、は真面目に職務をやっとるんだ。<laughs> でしょそうです。うん、だからね、はい、うーん、駄目なんですよ。うこういう恣意的な。はい、うん、だ公正中立というものが政治には求められるんだけど。はい、それが、岸田文雄さんのご判断にはないようにしか見えない。 岸田総理のこの二階派閣僚への対応を見てですね、うん、国民からはまたいろいろな声がネット上で展開しています。これ改めて紹介してみますと、うん、エコヒーキー、うん、安倍派との違いは何だよ世間ではこれをダブルスタンダードと読みます呼びます。ダブスタメガネ 二 <laughs> 回目がね、やけくそ増税目がね、<laughs> 関係ないから最後、関係,ね、最後関係ないからね、今回の件の関係ないからね、といった声が上がっているという,、うん、ということですね。まあ,まあね、えー、まあまあ栄光筆記でしか言いようがないですよね。本当そうですね。うん、ダウスターになりますよね。うん、はい、もういやダメですよ。だから信頼回復、信頼回復をするまで。 火の玉ってなってそうですよ。これこれ日の玉でやっとるんですよ。はい、わあ、こ引き日 <laughs> の玉火の玉でこ引きこ引きしたぞ。<laughs> <な>全力でこ引きした。体違うと思うんですけどね。うん、だから全力でこ引きする。ね っていうことになりますよねそうなんでしょうねそのの日はどうなったのだとでまた岸田総理はですね派閥の裏金疑惑については国民の信頼回復のための新たな枠組みを立ち上げるまあこう説明していますでこの発言を受けてやはり国民から脱税眼鏡というあだ名をつけられているということなんですねまあそれにしても相変わらず眼鏡にちなんだあだ名これが多いようなんですけれども一部ではですね人気複面で テスラーのミルマスカラスさんのニックネームにかけて線のメガネを持,つ持ってるか、持ってるか。<laughs> ものすごい、メガネのメガネかけたりとかしてねこう、こ, <う S 2> <laughs> こうメガネが、今日はちょっとコーディネートしたりとかしてこうなんか色がこう、なんかこう、合わさって色変わったりとかして<変>すごいですね、えー、線のメガネをもうちょっとか,かっこいいじゃないですか、まあ、いやいやこれちょっと名誉なことなんですかねこれはサバ屋の人めっちゃ喜んでますよメガネ屋さんメガネ屋さん、サバ屋ねメガネ屋さんもサバイ屋さんの俺もう1個みんな一人ずつ持ったら特殊だいやいや、そりゃそうでねみんなで買いましょうメガネ、1 0個ぐらい持たない、えー、なんか御殿立ちそうな感じがします,そう,すそうですよ、えー、まあ、そうですよ な増税メガネ総理ですが先日行われた年末エコノミスト懇親会の席で、うん、この30年は失われた30年ではなく、うん、移りゆく30年でした。うん バブル崩壊から30年を経て日本は今加速していますとまあこう挨拶したということなんですね <laughs> でこれについてまたも国民から批判の声がさ到してようです何言うるんですかみんなえ岸田総理はですね <うん S 1> 今の日本の現状を考えますときに例えば賃上げあるいは投資さらには株価30年ぶりの水準になっている今経済の潮目が明らかに変わってきた 一つのチャンスだこうした経済の潮目<ー>チャンスをものにできるかどうか、うん、これが今の政権にとって大きな役割であるということを感じていますバブル崩壊から30年を経て日本経済の変化、うん、今加速していますと、うん、まあこう話したんですね。 でこれに対して国民からは「どう考えても減速して後退してますけど確実に加速しているのは衰退の方向であって成長ではない先進国から衰退国へ移りゆく30年だろこいつ何言ってるか分かんないからついつかつってつまろ」「どの世界線を語ってんだこの異世界眼鏡」。 えー、行く年来る年じゃないんだから意味不明眼鏡<ー>移りゆく眼鏡ん<ー>なんこのバカ。<laughs> <laughs> 最後、最後何にも何にも論評入ってないじゃないですか。<laughs> <laughs> まあこういった声が上がっていたということですね。あまあこの誰も経済がですねこの30年で成長の方向に進んでいるとは感じていないようですね、この反応すいねこの本でも僕、書きましたけども今、インフレに無理やりになってその結果、消費とか投資とか意外にも伸びてたりとか、はい。 物価も上がって意外にも伸びてたりとかするんですけどただ一つ下がり続けてるのが実質賃金なんですよねだ、はい、から実質賃金がめっちゃ下がってるっていうめっちゃひどい問題を抱えてるわけですよ19か月連続ですかそうですよ、はい、でその実質賃金の下落はもうとてつもない水準にいってんだからそんなこと国民言ったらむかつくに決まってますよ。はいえー、そりゃだってみんな苦しくなってるんだから実質賃金下がってるんだから物買えなくなってるんだから。えー うっつりゆくって下落してるってことですよ国民はそうですね実質賃金見ればねそうですよだからバカバカって言ってる人いましたねなんなんこのバカいやいやもうちょっと論評しましょうよこれなんなんこのそうですねもうちょっと論評した方がいいかといやこれだから実質賃金の下落という最大の問題がありこれを何とか上げればならないのだはい

そんなことになってメガネね、戦国ガートなんかガート見るとなんか寄進された鳥居がいっぱい並んでいる、ね。いやいや,いやそうですね、そうですね。そんな感じがしますけどね。いや、うん、ありがたいですね。ねありがたい岸田さん、えー。はい。また岸田総理はですね、昨日都内で開催中の2023年、うんえー、報道写真展に足を運んで、ウクライナで停電の中絵を描く少女の写真などを見て回ったと言います。なるほど。そしてこの一年について平和人間の尊厳について考えさせられる一年。 だったと振り返り返3月のワールド・ベースボール・クラシック WBC で優勝した日本代表の写真を見ながら新型コロナウイルス化を乗り越え元気になっていく日本を感じたとこれだけ聞くとですね普通に写真見ながら1年振り返っただけなのですがこれらのコメントについても「元気になっていく日本を感じたいや物価高で痩せ衰えていってるんだよ」。 とかですね、岸田が総理に居続けることによる不利益について考えさせられる1年だったですとかす、ね、元気にどこが、ね、頭がお花畑。 こいつ頭おかしくなってるだろすごいですいやひどいですねもうなんか藤井聡教授がなんと上品なのかというふうに感じてしまいますねそして貧乏神ガネといったものになっているとなるほど貧乏神になっちゃったっていうねだからやっぱ実質賃金下がってるのしんどいですよそうですねだから実質賃金が下がってること だけが最大の問題のそこをなんとか上げないできないんだってね。はい、うん、元気になってないですよ。でしかもその元気になったのは強制的にコストプッシュインフレで、はい、円安が進んでオイルが戦争があったことでオイルが高くなったから、はい、物の値なんか上がっちゃったから元気になってるように見えてるだけでね。えー、だからなんかこう特殊なカンフル剤売って、えー、ってなってる状況ですよ。いはい、なんかこう麻薬みたいな、えー、動いてる動いてるて。そうそうそう。る元気か、ね。 えとこれ抜けたらああ静かになっちゃったってなりますからねはいそらかりますよみんな元気じゃないって動いてるっつだって元気に動いてるわけじゃないですかねそれおじちゃんだわゆあおじちゃん動いてるおじちゃんおじちゃんすごい早く動いてえみんなちょっとサトシサトシサトおじいちゃん動いてるよあかお前じじかけとるやないか 苦しんでるかもしれないんだけどおじちゃん元気にった元気ちゃうわお前元気ちゃうわはいまあでもいろいろ言われてますからまあもはや何言っても岸田総理はダメなのかもしれませんねだからちゃんと実質賃金上げるって言ってそのため消費税減税する財務省の反対側の何やろうがやりきるんだややっちゃえばいいんですよもうこんだけもうここまで来たんだったらもうあとは勝負は消費税率を抜けるかどうかじゃ その自分の支持率が、はいえー、もう今やもう戦後最大の不支持率を記録しちゃったんだから、はい、だからその戦後の総理の中で最も国民に嫌われている総理大臣に、はい、なれたんだからああもうあとはもう何だっていいんだからだ減税って言った方ですけどね減税言った通りやりばいいんだよそしたら僕がねう岸田文雄「文ちゃんのこといじめちゃダメだめだ <laughs> <う>俺が許さんぞ!」<laughs>

よし、これでも、よし、よし、わかった。よし、わかった。決まりだ。決まり。そうそう、これも、あの、金田一孝介です。よし、わかった。警察を取っないですか、あいつ、やっちした。よし、わかった。た大丈夫、あいつ誰やったかな。ちょっと、向こう、なんかね、親父ね、銭形の実写版みたいなやつね。いや、もう、そうですよ、もう、軽減税率十パー、もう、対象全品、よし、わかった。 岸田さんこれでいけばね支持率はたく間に上がりますよでやっちゃうんですよここまで来たらだってもうここまで嫌われちゃったんだからもう財務省に嫌われたっていいじゃないですかあと僕らが守ってあげるか記者さんはえまああの沈黙は金とも言いますけれどもね発言しないことがその支持率回復に一番効果的なのかもしれないけれども今藤井さんが発言したようなことを おしやればそうそうでかつやればいいんだ黙って男は黙って消費減税男は黙って消費減税でもやった後でえ私昨日消費税軽減税率10%全品対象昨日観光いたしましたすげえでも店行ったらいやお前10%安くってるふみよちゃんすげえってなりますよ。 こそーってやるるのなかかでできるじゃないですか、はい、こそともて誰にも木原さんにも言わんで自分一人でこうやって夜行ってこう全部レジオとか書いてこうやって行けばいいんですよこそとって「えー、私昨日!」って言って心の中で「よし分かったそれやろう!えー」って決めればいいんです、はい。 やらないんですよもうここまで来たんだからやっちゃうやりやっちゃいましょういもうもう世界最も戦後最低の支持率から最高の支持率に組んできましたね。そうです。でそれいつまでやるんですかデフレ脱却まで続けたんや。続けたって言えばいいんですよ。はい。にらみみたいな。見えきっちゃって見えきっちゃって。見えが。 見えきちゃってね、うん、歌舞伎で。ええ、<laughs> それこ、ね、やったら、うそうそうなんも言わないでこう見えなきゃいっとる。ええそう,そうよきざーだ。みたいな感じ。岸田さん。そういいですよね。うん。高知会みたいな、ね、そ,うそ,うそういう感じになります。ええ、やってほしいな。はい。以上 YouTube 版アフターテラちゃんでした。はい、藤井さんありがとうございました。ありがとうございました。はい